私、桃宮一号13歳。ごく普通の中学1年生。突然地球の未来を救うミューミューになっちゃったの。でもドキドキすると勝手に耳と尻尾が出ちゃうし、エイリアンを倒すまで普通の女の子に戻れないなんて聞いてないよ。まあくよくよしてもしょうがない。一緒に戦ってくれる仲間も見つかったし、みんな行くよ。地球の未来にご褒美するにゃ。あなた、三丁目の阿部さんにお払いしてもらいましょう。いや、四丁目の駅さんに払ってもらうか。五丁目に陰陽師が引っ越してきたって噂よ。はあ、昨日は青山くんのこと気になって眠れなかったし、朝は朝で病人扱いされるし、間違いなく寝るな、授業。いいっす、青山。おはよう。お前さ、英語の宿題やってきた？ああ。頼むよ、ノート見せてくれよ。しょうがないな。ダメ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 だ！これじゃ暗い、暗すぎる。そうだよ、ミュウミュウの時はあんなにうまくごまかせたんだもん。平気な顔して、しらばっくれてればいいんだ。そうだ、そうしよう。なぜ？どうして？と、こういう時に限って青山くんが見てるわけ。これじゃ自分で自分が猫だって言ってるようなもん。にゃー。どうした青山？あ、今行く。
局今日一日声をかけられなかった。今度の剣道の試合頑張ってって一言言いたかったのに、こんなんじゃ応援にすら行けないよ。へえ、そう、そんなに好きなんだ、あんな弱っちい人間なんかが。だったら僕にも考えがあるよ。イチゴ、君が誰のものか分からせてあげる。なんだかイチゴの様子が変じゃございませんこと。クレオーラが出てるのだ。どうしたんですの、いつも元気だけは無駄にあるのに。別に何でも。いいものがあるのだ、つけてあげるのだ。やめだ、やだ、怖い。余計落ち込んでしまったのだ。いちごさん、相談ならいつでも乗りますから。一人で悩まないの。いちごが暗いと調子が狂っちゃいますわ。元気出すのだ。みんな心配かけてごめんね。でも大丈夫、ちょっと寝不足なだけだから。うやっ、おう、せっかく胴割り。あー、あやくんが今どうだわ。こてっ、こてあり。どうした、今日は自分から攻めなかったじゃないか。あ、そうでしょうか。何を悩んでる。心の揺れは剣に現れる、隠しても無駄だ。ま、お前のことだから心配ないんだろうがな。試合は週末だ、気引き締めていけ。はい。なぜ避けるのかな、心の揺れか。いちごさん、もう30分もテーブル拭いてますよ。結構重症ね。処置なしですわ。すみません、今日はもうおしまいな。あ、こんにちは、青山さん。なんで青山くんが。あの、桃宮さんいますか。いない、いない、私はいない。何なのだ、聞こえないのだ。今いないって言って。今いないって本人が言ってるのだ。どうしたのだ。そうですか、それじゃ仕方ないな。あ、すいません、忙しいのに。いえ、どうもお邪魔しました。ねえ、どうしたのだ、元気出すのだ。青山くん、この世界で一番の有害種、人間はこの地球を食い潰そうとしている。弱々しく狡猾で醜い人間、それなのになぜ
君はそんな奴らを守ろうとする。思いを寄せる。まあいいや、どうせあいつは死ぬんだからね。決めたよ、イチゴ。この世界で一番下等な生物を使って君の大事な人間を引き裂くことに決めた。ヴェラドリア、二人が出会ったその時がお別れの時だよ、イチゴ。君の前であの人形を八つ咲きにしてあげるからね。